三輪、高市マロは、アスカ時代の人物。死は大海は、大海はとも表記される。生は君の血遊ん。ふんやくんあるいは、弟熊くんの孫で、利金くんの子、色ろ君くんの甥いにあたる。天武天皇元年の人心の乱の際、大天王子の側について戦い、橋両となかつ道の戦いで活躍し、大天側の勝利に貢献した。後、 自刀天皇6年には農事に行行しようとする自刀天皇を自らの感触をかけていめると天武、自刀、文武の三天皇に仕え十四以上左京大部に登った増樹三味。奈良盆地の三和三六を本拠とした氏族である三和の氏の一族の三羽利金の子として生まれた弟に安マロ、駒マロ、妹に豊島がいる。 天武天皇元年の人身の乱の勃発時、高市麻呂は朝廷に官職を得ず、場で形成を官房していたらしい。大友吹夫が6月29日には今日を襲って、そこにあった大友御子側の軍の指揮権を奪取すると、三輪君、高市麻呂は吹夫の下に入って戦った。7月に入ると、犬飼五十君が率いる敵との海戦で、高市麻呂はおけ、死徒と共に、 右翼の部隊を率いた。彼らはまず橋梁で前面の敵を破り、中軍のいる中津道に回り込み、不寄付の本営に迫っていた伊織育ジらの軍の背後を立ち、これを敗走に追い込んだ。天武天皇13年11月1日に、大宮君ら52氏は、阿蘇の姓を授かった。首長元年9月28日、天武天皇の葬儀に際し、自家大使であった高市麻呂は、 李官のことを類した。自刀天皇6年2月19日に、中納言寺課第二の高市麻ロは上表して還元し、天皇が伊勢国に行行して、農事を妨げることを中止するよう求めた。3月3日に行行の留守官が任命されると、高市麻ロは官位を脱いで天皇に差し出し、農作の不死に社賀を動かすべきではないと重ねて急めた。天皇は、聞き入れず、 6日に立って、伊勢に行き、20日に帰ったが、代わりに随行した人と、漏役した人のその年の懲役を免じた。これよりあと、日本初期中に、高市マロへの言及はなく、俗に本気で、任間記録が残されている大砲2年のまでの、同性は不明である。ただし、両所ともこの時期の中級官人の動向を漏らさず、伝えるようには編纂されていないので、 高市丸が勘を辞したのか止まったのかはわからない。大宝2年1月17日、14以上の位にあり、長戸守に任じられた。大宝3年6月5日、左京大部。慶雲3年2月6日、左京大部14以上を局官として即居。死後、人身の乱における功により、13名を送られた。 開封僧に、五個と樹が王将一種の詩、万葉集、歌教標識に作家がある。高市マロの子孫は、大宮神社の社家となり、室町時代以降高宮家を称して、代々大宮神社の勘主を務めた。ありがとうございます。